台湾の定番の屋台飯、ルーローハン。トロトロに煮込んだ豚肉を台湾の醤油で味付けし、隠し味に漢方スパイスを効かせた一品です。日本初出店のパイナップルケーキのお店があるんです。こちらは日本初出店のギモーブ入りパイナップルケーキ。2種類のパイナップルと味に深みを出す冬瓜を入れたあんをサクサクの濃厚チーズクッキーでサンドしました。中に入っているギモーブはマシュマロのようなクリームで、台湾の人が好きなもちもちとした食感です。台湾フェアにはまだまだ美味しいものがいっぱい。うん、この後も厳選グルメが続々登場します。鶴屋百貨店で始まった台湾フェアにはグルメや雑貨など33点が出店しています。こちらは多い時で1日1000個を売り上げる台湾ドーナツ、九州初出店です。特製の衣をつけて、外はカリカリ、中はもちっと仕上げました。続いては台湾の国民的サンドイッチ。パンが4層になっているのが台湾流で、今回はデコポンのジャムとクリームチーズが入ったサンドイッチが釣り屋限定で販売されます。そして暑い夏に美味しいかき氷、炭酸入りの生クリームエスプーマをたっぷり乗せて、ミルクとマンゴーそのまま1個を凍らせたものを削ってかき氷にしました。うん、上のエスプーマのプチプチ、その後にマンゴーの品のいい甘み、うわー、これは夏にぴったりですね。夏の暑さを忘れます。台湾フェアは今月10日まで開かれています。